どうも皆さんこんにちは、司会師の大沢です。今日はですね、僕 SNS、まあインスタグラムやってるんですけど、まあぜひフォローしていただきたいんですけど、まあそっちの方でですね、親知らずについて質問を受けますよってインスタの方で流したところ、何個か質問いただいたので、今日は親知らずについての Q&A ということで、いただいた質問に対して答えていきたいなと思います。それでは早速答えていきます。で、これちょっと見てほしいんですけど、グルガーにサインしてもらったんですけど、これね、ソフトバンクの坂東悠吾くんっていうね、すごいイケメンの投手なんですけど、その方のサインです。実は中学校一緒なんですけど、あのプロ行くって決まった時にね、一緒に飲みに行かしてもらって、その時に書いてもらいました。ね、去年は初勝利も挙げて結構活躍してたので、今年も頑張ってほしいですね。はい、ということで質問に答えていきたいなと思います。うちの妻が親知らずを抜歯して歯を取ってあるのですが、意味ありますか？意味ないです。すいません。これはですね、もう抜いて多分何ヶ月も経っていると思うんですけど、これはもう細胞がかなり死んでしまっているので、もうほぼない状態なので、これを使うことっていうのはまずできないです。でも、抜いた直後っていうのは使い道はあります。例えば親知らずの1個前の歯、もしくはもう1個前の歯、まあ大臼歯と呼ばれるところに、まあ何かしらの原因で歯を抜かないといけないということが起こった時に、そこを抜いて、で親知らずを抜いて、親知らずが綺麗な状態であればそれを移植することができます。で、あともう一つはですね、抜いた清潔な親知らずの中に、まあ、幹細胞が入ってるんですけど、その幹細胞を凍結させることができます。で、凍結させてどうするかっていうと、この歯に入っている、幹細胞、歯の幹細胞が、まあ、例えば心臓の細胞になったりだとか、っていうことができるかもしれないということが言われてるので、まあ、お金はかかりますけれども、まあ、そういうね、科学に期待して、その歯髄を凍結させるっていうこともできます。はい、では次の質問に答えていきたいなと思います。抜歯せず移植を考えて保存する方がメリットが大きいケースについてシェアしてほしいです。なるほど。移植を考えて残すっていうことはすごいいいことだと思います。もし、もうさっきも言ったように前の方、もしくはもう一個前の方の歯がダメになった時、抜かないといけないっていう時、親知らずが綺麗な状態で残っていたら、それを移植することができるので、インプラントとかよりはかなり安く収まるので、値段を抑えるっていう意味では移植っていうのはかなりいい選択だと思いますので、残しておくメリットはかなりあると思いますが、もしですね、この親知らずが原因で口腔内環境が悪化している場合、例えば前の方の歯が虫歯に親知らずのせいでなっちゃったりだとか、その周りの歯肉が腫れてしまっているだとか、こういうことが起こっている親知らずっていうのはもう取っといた方がいいですね。前の2つがダメになるのを待ってて、残しておいて前の方を虫歯にしちゃったりだとか、もう歯肉炎とかに起こして、もうこんなパンパンに腫れちゃったりだとかすると、もう本末転倒なので、そういうことが起こりそうな親知らず、もしくは起こっている親知らずに関しては、残すメリットよりも早めにそういうのは取った方がいいです。現在の口腔内環境を良くする方にシフトした方がいいと思います。なので、めちゃくちゃ綺麗に磨けてるとか、全然お口の中に対して問題を起こさないような親知らずは残しておいていいと思います。それでは次いきます。親知らず一生生えない人もいるんでしょうか？います。僕がそうです。僕上の2つは生えてるんですけど、下は生えてないんですよ。中には親知らず4本とも生えてない方もいますし、1本だけ生えてる方とか、まあそれぞれですね、生えてない方、生えてらっしゃる方、様々です。じゃあなんでこういうことが起こるかっていうと、ある説ではですね、ない人はだんだん遺伝子が進化していってるって言われてますね。昔親知らずっていうのは、まあ6歳臼歯ですね、前から数えて6番目の歯がなくなった時にスペアとして使うように遺伝子組み込まれてたんですけど、今はもう、昔みたいにマンモス食ったりとか、そんな歯がめちゃくちゃすり減るっていうこともないですし、まあまず歯磨きの習慣っていうのが昔に比べてあるので、なのでもう6歳臼歯6番目の歯がしょっちゅう抜けるっていうことはもうないんですよね。なので、親知らずはもういらないものだと、遺伝子が組み込まれてる人は親知らずがもう元々ないっていう人もいるらしいです。これは一つの説です。でも本当かどうかは分かりません。この前テレビ見てたらですね、
手って指5本あるじゃないですか。でも科学で人間の動きを表現するとき、例えばロボットとかで人間のこう取ったりだとかなんかするとき、作業するときの動きを表現するときって4本の指だけでことが済むらしいですね。なので進化していったら、もしかするともう小指が生えてない子が生まれてくる可能性もあるということをテレビでこの前やってたんですけど、まあ親知らずもそういう感じですね。なので生えない人はこうだから生えないんだよっていうことはないですね。なぜかわからないです。生える人と生えない人がいるのは確かですけど、それはなぜかって言われたらちょっとわからないです。でも一生生えないっていう人はいます。はい、では次の質問いきます。抜いていい親知らずと抜かない方がいい親知らず、違いが知りたいです。そうですね、これは抜かなくていい親知らずはもちろんあります。親知らず全部が全部抜かないといけないっていうわけではなくてですね、もう例えば先ほど言ったように前の方の歯を虫歯にしちゃったりだとか、歯肉の周り、あ、ごめんなさい、親知らずの周りが歯茎が炎症を起こっちゃったりだとか、まあ、お口の中の環境が悪くなる、もしくは将来的に絶対悪くなるだろうって思われる親知らずは抜かないといけないです。でも完全に骨に埋まっているとか、逆にめちゃくちゃ綺麗に生えてるっていう親知らずは抜かなくていいです。でもこれはご自身では判断できるので、ぜひですね、かかりつけ医に聞いてもらって、先生これは親知らず取った方がいいですかねと聞いてもらえれば、まあそこの先生が判断してくださるので、主治医に判断を委ねた方がいいと思います。はい、では次の質問いきます。神経麻痺が出た場合はどう対応していますか。親知らずを抜くとき、親知らずの近くにかなり太い神経があるので、これにちょっと触れちゃったとかっていう場合は、痺れがたまに残ったりする場合があります。僕も親知らず、まあ大学病院にあまり送らないのでほとんど抜くんですけど、やっぱりめちゃくちゃ神経に近い場合があります。そういう時は、必ずそういう痺れが残りますよっていうリスクを説明するんですけど、まあ残ったことはそうですね、3症例ぐらいですかね、今まで。で、そういう方どういう風に対応するかっていうと、まあ僕の場合ですけど、まず、メチコバルというビタミン製剤を出します。ビタミン製剤を1ヶ月間ぐらい服用してもらって、で、それでも痺れが取れない場合はもう大学病院に行っていただきますけれども、まあ大学病院行くとその神経を復活させるための、専用のレーザーがありますので、それを当ててもらって、神経の痺れを取っていくっていう治療をもう大学病院の方でしてもらいます。そういうレーザーは一般歯科では置いてないので、もしそのメチコバールビタミン製剤でしびれが取れない場合はそういう風に対応していただくんですが、まあ大体ビタミン製剤飲んでもらったらしびれは取れてきますね。まあ僕が抜いた症例でまあ3症例ぐらいあるんですけど、しびれが残ってしまったやつ1ヶ月以内で取れてきましたね。まあ大体、2週間以内では僕の患者さんでは取れてくる場合が多かったです。で、他の単位で抜いた患者さんで1回だけ送ったことがあります。単位で抜いてもう全然しびれが取れないんです、ずっと経過見てるんですっていう方が初心で来られて、で、その方はもう1ヶ月ぐらいメチコバールを服用されてたので、その方はもう大学病院行っていただきました。で、大学病院行ったら、その方はしびれ取れたので、まあ大体、この2つの処置すれば、しびれは取れると思います。はい、では次の質問いきます。食べても平気ですか？抜いた後ですかね。抜いた後食べても平気ですか？ということなんですけど、食べても平気です。まあ反対側で噛めるので、まあ反対側で噛んでいただければいいかなと思います。でもやっぱり、こう、腫れとかがあるので、抜いた直後は、まあちょっと食べにくいかもしれませんけど、基本的に食べちゃいけないっていうものはないです。でも、抜いた直後っていうのは、辛いものはできるだけ避けましょうねって言われるかもしれませんね。辛いもの刺激になるようなものですね。は、できるだけ避けましょうっていう委員さんが多いと思います。でも、まあ、2日後、3日後からは、普通に何食べてもいいかなと思いますので、まあ、食べれる範囲で、無理しないように食べていただければ、何食べても OK です。今日は、この辺にしとこうかなと思います。親知らずの動画って結構伸びるので、まあ親知らずの疑問であったりとか不安に思ってることがある方って結構いらっしゃると思いますので、ぜひね、参考にしていただきたいなと思います。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンの方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。